さくらです、よろしくお願いします。ということで今日は男の本気カレー対決。ありがとう、よろしくお願いします。お願いします。男の本気カレー対決ですよ。やばいっすよ、やっとこういう企画できますね。いやもう待ってました、待ってました、料理対決。ありがとうございます。ということで今日はですね、はい、まあ、誰しもが、これ見てる誰しもが、うん、まあ、ここで戦うんじゃねえかって、うん、もうここで戦うんじゃない の、って、結局2人の話なんでしょって思ってる方、今日は違うぞ、一味違う、一味違う、もう何重にもスパイスかけちゃってる、もうカレーだけに、どういう、あー違う、もういいっていいっていい、はい、ということで、はい、今日はですね、なんとスペシャルゲストをお呼びしております。マジっすか、マジっす、いいんですか、いいんです、いいんです、よし、はい、じゃあもう早速ね、はい、ちょっとここでそんな尺いらないんで、はい、もう早速お呼びしましょう、はい、ということで登場していただきます。今日のゲスト、トマレの鎌田さん。ベンチ前の、いやあ、はい、ありがとうございます。いつものいただきました、ありがとうございます。いつもやってます。はい、ということで今日はね、あのトマレの鎌田さんをお呼びしていただいて、はい、ありがとうございます。お願いします、お願いします、ご全力お願いします。あのカレー対決なんですけど、うん、ここでね、アンクロからお皿が、はい、ちょっと鎌田さんと戦っていただくか、うん、実はね、僕あの男のカレーということで、はいはいはい、約2年間ほど、はい、カレーの修行をしておりまして、はい、おりまして、今もその旅の途中なんですけど、なるほど、その成果をね、はい、ぜひお皿にぶつけてやろうかと思ってます。ね、バンドやりつつ、バンドもやりつつ、カレーもやりつつ、もう本当に二足のわらじを履いてるんですよ、鎌田さん。そう、前はちょっと待って、そうなるとだよ俺、え、何もやってないんだけど、いやいや、もう勢いだけでいけるから、勢いだけでいける、うん、いける、まあでもそうです、勢いは男なんで、俺も一応男なんでそう、ついてるしな、ついてるし、うん、持ってるもんは一緒なんで、うん、いやそれはもう俺もバチバチに鎌田さんにぶつけていこうかな。そうっすね、うん、それは思ってます。カレーね、だってさ、作ったことあるでしょ。あるよ。でしょ、あの小学校の時の、うん、炊き出しだよな。そうだよ。ああ、じゃあ俺も一緒だ。でもね、どっちかっていうとこっちの方ができるんで。そう、なるほど。ちょっとカンクロからはお空が出て、ちょっと鎌田さんと戦っていただこうかな。はい、今からですね、買い物に行きます。で、予算はですね、一応2000円で、2000円、2000円までの買い物をしていただいて、食材を買っていただいて、そこから作って戦うみたいな。はい、わかりました。一応審判僕なんですけど、まあこれはもう正当な判断でやらせていただきます。本当だよ、コーヒー気しないでよ。しないしない、そんなそんなんしないっすよ。こいつのことそんな好きじゃないですし。なんで、本当になんでそうなっちゃうのね、本当に。なおかつですね、今日はですね、はい、なんと罰ゲームを。うわー、マジか。やめてくれ、やめてくれ、がっつり。もうこんなんもう関係ないっすよ、鎌田さんが、うんうん、用が、ね、いいよ、罰ゲームはもうがっつり、あの2人とも全然罰ゲームの内容が違いまして、はいはい、これ、オスダが負けた場合、はい、鎌田さんと同じ髪型、髪色にしてもらいます。完全に一緒。はい、もう一緒です。マジで一緒なんですか。もうこれ一緒。完全に。もう本当に一緒でいいんですね。完全にね。もう、これ。もう、これを、こう。もう本当にカツラみたいな。あ、そういうこと。一緒、まんま。じゃあ俺が金髪になるってことね。負けたらね。そう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 。で、これ鎌田さんが負けた場合。はい。だって重要だよ、これ。これ重要、重要。これはどうなっちゃう？これね。カンクローの配信に一日出てもらいます。はい、あー、もう本気ですから、ね。これ本気ですよ。もうこれマジですから。わかりました。ありがとうございます。これはね、もうお皿に勝ってもらいたい、正直。いや、もう本気でやるよ、俺。うん、だからとりあえずもうお皿の勝ちでいきます。おーおーおー早い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 。一応もう、とりあえず片隅にはもう。うん、そうだよね。お皿の勝ち。俺はマジで頑張るしかないと。うん、そうそうそう。うん、でもまあ正当な判断はもちろんします、うん、けどもう見てる人も多分お皿頑張れると思う、多分そうだと思う。でも金髪のお皿も見たい、あ、見たいかの人がいるかもしれない、うん、いや、いいいや、多分大丈夫。まあまあまあ、そこは正々堂々と戦ってもらいます、はい、ということでもう早速買い出しに行きましょう。行っちゃいましょう。はい、よろしくお願いします。いつもそれでは今日は鎌田さんもいらっしゃるので、これやっていきましょうみたいな。おっ、しゃるんで、しゃるんで、お願いします。それから男の本気カレー勝負やっていきましょう。シェイウィズ鎌田さん、ありがとうございます。俺やで。オッケーです。はい、はい、ということで鎌田さん、はい、よろしくお願いします。今日はカゴが買い物カゴに似合ってますね。主婦主婦感出てますね。2000円でしょ。はい、2000円です。とりあえず絶対必要なものから買ってっていいですか。はい、お願いします。何も
いや、もう一人前ぐらいでいいっすよ。玉ねぎ、これ絶対必要ね。そうですね、玉ねぎは必要。あとさ、はい、絶対必要なものから買ってくから。了解です、了解です。これは絶対必要っていうのが何個かある。はいはいはい。ニンニクだね。あー、なるほど。こんなにはいらないんだけど。はい、買っちゃいます。はい、ニンニク。あとね、生姜ですね。あ、生姜ね。生姜ね、これでなかった時、これなかった時はもう発狂していいですか。いや、あの、だからやめてください、発狂するのは。発狂するのだけは、あの、いろいろチューブで代用とかもできると思うんで。いやー、僕のターンでございまして、僕のターンじゃねえ、俺が何を今日買っていくかっていうところなんですけども、はい、マジで正直言ってカレーはマジで作ったことがない。正直ガチのやつは、うん、なんでやっぱ男ということで。待って、カレーってまずさ、野菜必要だよね。これをこう。そうだね。ちょ、野菜のとこ行こう、野菜のとこ行こう。こっちだ。多分1個でいい、大丈夫だよね。1個でいく。1個でいく。少ない。1玉78円って安い。どっち安くないか、あけえか。これめっちゃ安いですか。え、今数えたけど、1個半ですけど、200円なんだよ。安っ。こんな安いんですか。エスカレーター降りて、すぐのとこにまだある。あ、あっちですか。わかりました、ありがとうございます。すいません。でも、残念ながら今日は、一玉しか使わないんですよね。まあでも、玉ねぎはまず1個買います。そして、僕ですね、人参が大好きなんで、それはマストで入れさせてください。え、じゃがいも一玉ってないですか。じゃがいも一玉あったら、じゃがいも一玉欲しいんですけど、じゃがいも一玉ないか。ということでですね、まあとりあえず野菜はまあ確保したと。野菜を確保したので、カレーに一番必要なのって何ですか。肉。肉ね。でも男でしょ。男らしさを、男らしさを出さないといけないよね。そう、どこで出すかってところだと思うんですけど、やっぱ肉でしょ。肉出す。いや、肉じゃないな、これは。肉は必要だよね。でも、え、カレーの肉って何入れるんですか。はい、すいません、ありました、普通にありました。ニンニクの下 に, ありました。生姜ありました。危ねえ、発狂されるとこだった。よかった、秩序が保たれた。もう最悪必要なものこの3つなんだよ。これがあればもうどうとでもなる。玉ねぎと生姜とニンニク、マジですか。でちょっとプランありまして。はいはいはい。お肉。はいはいはい。肉大事っすよ。肉大事だよね。カレーなんで肉は大事っすよ。で今日男のカレーっていうのがついてる。そうなんですね、男はもうワンパクっすからね。牛豚ひき肉。牛豚ひき肉、ひき肉。なるほど。カレーにひき肉とあんまなんかイメージないですけど。またもう一個必要なものあるんで。はいはいはい。そっちを先に。行きます。トマト缶なんですけど。はい。絶対にホールで。なるほど。カットじゃない、ホール。これ重要ですか。これ重要、めちゃくちゃ重要。なるほど、ホールのトマト缶。100円、350円、うん、まだ1000円いってない。いってない、まだ全然使いますよ。まだ全然、もうこれでいいと言ってる感じではないんだが、そこから、はいはい、彩りもありますしね、やっぱり甘辛しさみたいな。あー、なるほどなるほど。なんかしてこうかな。あー、なるほどなるほど。鎌田さんらしさ。そう、卵もっと少ないのな。確かに。全力出しちゃう。全力卵。お皿にとっての男の肉って、いや、自由でしょ。やっぱ男なんで、やっぱ男らしさは出していきたいから、まあそこはちょっとまだね、言えないんだけど。言えないんだけど。そうだから、肉は賞味何でもいいんだけど。あ、あるじゃん、そんな一人分だもんね。とりあえず俺この豚肉を使います。なんか良さそうな豚じゃない。白雪豚。わかんない。まあいい、こういうの、こういうの食べよう食べよう。まあまあまあ、普通に美味しいのは作りたいし。結構大事なところなのは、うん、どこで差をつけて
鎌田さんに勝っていくかってことなんですけど、なんか聞いた話によると鎌田さん結構ガチなんよ。だから俺がどう勝負するかってなったら、いや海鮮もありだったんだけど、鉄馬がエビ食べれないからエビ入れれないじゃんとなったらなんですよ。待って、このスーパーが全然さ、どの仕組みか分かんないんだよ。今野菜買って肉買ったでしょ。となったらなんかやっぱ男と言ったら、僕もう多分みんななら知ってると思うんだけど、俺二郎系のラーメンが大好きということで、やっぱ二郎系のラーメンって言ったらやっぱニンニクじゃないかなと思うんで、スタミナをつけるためにもニンニクって重要だと思うんだ。だから俺はニンニクを買います。二郎系カレー、二郎系カレーみたいな。まあそこも大事だし、ニンニクあった、ニンニクあるある、ニンニクあったあった、これでいこう。え待って、このニンニクすっげえ高くね。うん、国産って書いてあるね。え中国産3つ。あ、3つなんだ。もういいか、これ買います。こっちの方が、スタミナある。いっぱいつけれるから。はいはいはい。実は、何ですか？味噌。味噌？味噌が必要なんで、ちょっと味噌買っていこうかな。はい。カレーに味噌ですか？本当にどんなカレーになるのか。じゃあこれで。赤だし。赤だしがいいんですよ、ね。液味噌。それで。はいはいはい。行きます行きます。まだ買いたいものある。うん、余裕っすよ、まだ。次でラストかな。いい、どうかな。ガリガリガリ、それでもかというぐらいもらっときます。なるほど、それ大事っすね。このガリが効いてきますから。あー、なるほど。ガリ結構好きなんですよね。このね、ガリ、カレーとガリが合うんですよ。意外に。まさかの福神漬けじゃなく、そう、これ意外に。確かにラッキョウと福神漬けの合いの子みたいな感じですね。そういうこと、もうおっしゃると。あ、そうなんですか。なるほど。めっちゃカレーのやつあるじゃん。え、どういうカレー、カレールー使うの。カレールーは、カレールー使わない以外になんか作り方ある。カレールーなんかスパイスとか。え、スパイス、スパイス使ってカレー作るみたいな。そんな作り方があるの、この世の中に。初めて知った。初めて知ったんだけど、バーモンドカレーかな。これにしよう。中華？このでかいのしかないのかな。ないんじゃ。まあいいや。とりあえず僕はこのバーモンドカレーベースでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さっきね、じゃがいもがね、一個売りないと思って、さっきここにね、玉ねぎと人参と、俺キウイがずっと置いてあると思って、キウイだと思い込んでたから、じゃがいもないんだと思ったら、じゃがいもあったんで、じゃがいもを買い足します。ここら辺牛だよね。待って、これもカレー用なんだけど。これも入れよう。もうちょっと何か出していきたいと思います。やっぱり僕はですね、なんかやっぱ男っぽさを出すには、やっぱ僕的にはニンニクが決め手なのかなって、俺の中で思ったんですよ。ちょっとね、いいの見つけちゃったんですよね。その商品がこちらになるんですけど、ニンニクの玉り漬け。これ、絶対これもっとね、気持ち、気合が入ると思うんで、俺はこいつに勝負を決めます。ありがとうございます。はい、終わっちゃった。終わったの。ちょっとガチで言ってる。うん、おー、すげえ、なんか典型的な。ガチですよ。ちょっとね、今ね、めちゃくちゃ男っぽいもん見つけちゃったんよ。もう本当にお会計済まそうと思ったんだけど、めちゃくちゃ男っぽい商品が見つかっちゃって、俺これはもう完成するときにお楽しみにください。僕はこれを買っていきます。お楽しみにしててください。じゃあ、お会計。はい、ということで、はい、買い出し行ってきました。ありがとうございます。大丈夫ですか。行きました。俺、感情怒ってたな、今。もう一点決めた感じが出てますけど。まあでもお互い大丈夫ですか。もう買いそびれとかないですか。なあ、もうないがっつり買いました。もう十分、はい、いいもん買えたみたいな感じ。大丈夫ですか。もうよし、ということで、もう買い物は終わったということで、ここからですよ、戦いは。はい、カレー作りの戦いはまあ始まってましたけど、ということでですね、ご飯の方はこちらで用意しましたので、なるほど、もうご飯と別でもう買い出しをしてきたということで、ここから制限時間は45分。45分、はい、45分で作っていただいて、それで食べてどちらが美味しい、まあポイントとしてはやっぱ男ですか。なるほどね。男ポイントが結構高めなんで、僕の中で、はい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 、それをいかに高得点を狙えるか。よしよし、
戦ってもらいます。はい、よろしくお願いします。ということで制限時間45分。男のカレー対決。スタート！行くよ！行くよ行くよ！俺が一番気合入ってんだから。日中ご利用になってるな。